3番はい回して、はい、全然もう全然3番全然足こない、これダメだ、あかん。キーとなってきた。おう、どうしよう。おまかんわ。エンジン分解せんとこれ以上分からへん。もう無理。廃車。はい、これね、シリンダーヘッドを下ろさないともう分かんない。分かんないんだけども。まあちょっとヒントが欲しいっちゅうんでね、3番を圧縮上視点にして、ここから空気を送り込んだら漏れてるところが、インテークバルブだったらここから出てくるしね、ピストンリングとかピストンが悪かったらこんなとこから、こんなところから出てくるしね、エキゾーストバルブが悪かったらマフラーから空気が出てくるだろうとね、ちょっとやってみたいんですけども、これを使おうと思ったんですけども、これバルブのシール変えるときに空気を送り込むやつね、これ太さが違うね、ここにねじ込めないのよ、だからこう圧縮圧力を測るときに使ったこの工具、これをこうギュッとなんとかやってこうやってね、ちょっとやってみます。こういうことですね。一人じゃ無理か。で、3番を圧縮上視点にしたいんですけども、まず1番を圧縮上視点にします。ここから見える。ここだ。はい、そしてクランクシャフトを2回転で、1回爆発だから、クランクシャフト2回転で720度、点火の順番が1番、3番、2番、だから720を3で割って240度、
240度回せば3番圧縮上支点に行きます。プラグの穴を覗けば上支点が分かります。まあどっちかです。1/2。やってみましょう。はい、どうかな。どっかには行ってるよね。来ました。これ音が、もう風が来る。こうやろう。ほら、ほらほら、空気のね、圧縮空気の流れがうまくいってれば、これ排気バルブがめちゃめちゃ漏れてるということですわな。よし。お、OK。いや、残念。万歳、なしよ。なしよ。はい、こんにちは。福本自動車です。前回3番の圧縮圧力がもう全然ないということが分かりまして、プラグの穴から圧縮空気を送り込んだら、思いのほかピストンリング